呉と魏が睨み合う一方、蜀は漢を慶州の抑えとし着々と力をつけていた。もとより慶州奪還は呉の悲願。ここに至ってついに呉は魏と結び、共通の難敵である漢を討たんと図る。戦場は魏、呉、蜀それぞれの思惑が交錯する漢城。呉軍は魏の要請により漢城に攻め寄せる漢を撃退戦とする。そして漢明といがみ合ってきた両党の心にもある変化が起こっていた。さーて、関羽の野郎を追い払うとすか、おっさん。おっさんはよさんか。この戦に勝てば乱世の終わりが見えてくる。戦が終わったら三人で祝杯をあげよう。両党、この大喧嘩も俺たちの力で勝つぜ。嫌なこと。おめえはどうしていつも乱世の終わりを望んでるのは皆同じさ。なら俺たちだけじゃなく皆の力で勝たないとね。敵将、討ち取ってる。
ってらんねえ。そっちに寝返るで。Yeah!
敵将討ち取ったよ。おっさん、おい、おっさん、あんたが弔い酒すら飲まないとはね。両毛殿はほっとしたんじゃないの。おっさんが、うるさいあんたとおさらばできてな。両道、気分じゃねえ。